こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。東流潜水艦が浸水。これで、総流型潜水艦の12番艦まで出揃うことになった。最終2番艦はリチウムイオン電池搭載。スターリングを捨てた新型潜水艦。次期新型潜水艦建造計画も始まっている。新たなデザインとなり、来年には進水式が実施される。早く見たいものですが、横流みたいな登場の仕方なのかもしれない。しかし、その少し前の出来事を思い出してほしい。この話は、別の角度から見た南シナ海での黒潮潜水艦のお話です。それでは本編スタートです。2018年9月17日に、日米英合同訓練に参加していた護衛艦下が、イナズマ、鈴月に黒潮潜水艦が合流し、共同訓練を行ったという異例の発表がありました。ご存知の方も多いは思います。何と言っても、潜水艦の行動についての発表というが、異例中の異例です。通常、潜水艦の任務は公表されることはなく、しかも、いろいろと問題のある南シナ海というのでは、びっくりするのもうなずけます。そして、もう一つ驚くことは、黒潮の極秘任務は15年前から行われていたということです。しかし、ここで考えてみてください。どうして今さら公表する必要があるのか。ここからは、あくまで推測の話です。ありえない話ではないという推測ですよ。まず、旧型の黒潮潜水艦はどれくらい潜航できるのでしょうか？この点に疑問を感じる方は多いと思います。こういうデータは当然ながら、海自の潜水艦では一切公表されていません。仕方ないので、外観や使われる鋼材などから推測していきます。その他には、魚雷なども参考にしていきましょう。そもそも、黒潮潜水艦の最大潜航深度については、様々な推測がされていますが、意外とそこまで深くないとも言われています。せいぜい、200から300メートルといったところでしょう。この数字が正式なところと思われます。周辺国の潜水艦も同じくらいの潜航深度と考えられます。しかし、問題はそこではなく、常時任務の際は200から300メートルですが、最高潜航深度はもっともっと潜ることができると、推測されることと、潜水艦救難艇に搭載されている救難潜水艇は、450メートルと公表されていますし、ここでもう一つのポイントですが、無人潜水艇は、なんと、1000メートルと、もっともっと深く潜ることができるのです。旧型の黒潮潜水艦は有人ですから、1000メートルよりは浅い500メートルくらいか、あるいは600メートルくらいの深さで、極秘任務を行っていたと推測できるようです。旧型ではなく、最新の潜水艦となるともっと深く潜ることが可能かもしれませんが、旧型潜水艦で、これくらいの深さまで潜れることができたというのは、脅威だと感じられます。
先行進度については別の方向からもわかる可能性があります。それは魚雷です。89式魚雷の進度は900メートルですから、かなり深いところで発射可能です。逆に言えば、この深さで魚雷を撃てるからこそ開発したのだという理由を考えても不思議ではありませんね。さすがに旧型黒潮潜水艦はその深さまでは潜航できないでしょうが、その半分の深度でも事実と考えられます。15年間も中国やロシアなど軍事力自慢の周辺国に発見されることなく極秘任務を行っていたのですから、言うまでもなく潜水艦は敵に見つからないように任務を遂行するのが最優先の条件ですよね。中国の原子力潜水艦ですが、当然ながら性能が上がってきているのも事実です。多分200メートルは潜ることが可能でしょう。しかし中国軍が運用する潜水艦には欠点も多く、原子力潜水艦では原子炉の熱が周辺海水温度を変化させてしまうそうです。この変化によって原水艦が探知されてしまうのです。通常動力型潜水艦には AIP 機関を搭載しているそうですが、あまりにも高出力なので騒音レベルの音を出して海中を進む状態になるとか。ソナーマンの出番を待つまでもなく、これでは自分の位置を敵に教えているようなものと言われています。しかし中国が多少高性能な潜水艦を建造したとができたと仮定すると、話は少し変わってきます。この高性能な潜水艦により潜航深度が300メートルと深くなったため、旧型黒潮潜水艦が発見されてしまったのだ。そう考えれば、防衛省があえて黒潮の任務を公表したのも理解できます。と言っても、15年間の長きにわたって気づかれなかったということは、それだけ黒潮が優秀だったという証拠ではないでしょうか。日本の潜水艦の技術や性能が、桁違いに高いということでもありましょう。でも、ここでもう少し推理しますと、黒潮以外にも、もう一隻くらい極秘任務に、当たっていたのではないかと思われるのです。例えば、双竜型潜水艦。この艦は、潜航深度が極端に深く、500メートル、いやそれ以上潜ることが可能ではないかと推測されています。しかも、この、双竜型潜水艦はステルス性も考えられているので、発見されにくい艦なのです。また、違う方向から見てみると、防衛省が発表した理由が理解できるようです。もちろん、これは、推測の話で確証はありませんが、旧型黒潮に目を向けさせて、そう、竜型潜水艦の最新鋭を追う竜潜水艦から、目をそらすようにしたのではないかと思われるのです。この艦は、潜航深度がもっと深くなっているようですが、そこまで深く潜る必要はほとんどなくて、相手に見つからない深度で任務に当たるのが通常でしょう。ということは、必要な時だけ必要な深度を保ち、相手に見つからない忍者になり得るのです。この潜水艦の性能は計り知れません。なぜなら、極秘事項として一切公表されないからです。